ったとこだったんだね。左で。え、今、改修工事中だ。え、どういうこと？道後本館の改修工事。え、嘘でしょ？え、ここなの？うん。え、ひどい。なんかすごいアートになってる。これはこれで綺麗だね。裏だけ見える、裏だけ。後ろ側。マジか。なかなか見れないところ。裏。うわすごい。お。およそ700メートル先、左方向です。大滝は工事中です。え？あそこ2階あるんですよ、座敷みたいな。あそこがお風呂上がりの休憩所。今工事中です。いつまで？24年。24年の12月まで工事中。え、結構ね、寿司、うん、このあれ。ちょっと見える。どうなるんだ。あそこ茶番組だろ。道後温泉、道後温泉旅館が今改装中のこんな派手な装飾というかになっています。リラックマの湯。リラックマめっちゃ多いな。なんかコラボしてるのかな。目の昭和プリンでとろけると、あとみかんが入ってる道後プリン。ああ。抹茶とコーヒー牛乳と季節のプリン。抹茶コーヒー牛乳季節のプリン。うん、昭和プリンになりそうだなこれだと思う。こっち濃厚だよね。めっちゃ
ね。どうする？増量もあるよ、増量。切り身が増量比べてみればいいか。そう、比べてみようよ。じゃあこれを1個と、うん、これの増量。増量増量、うん、増量何個？どうする？どっちがいい？この天然マダイ1つと、ね、マダイ2つ、あと養殖マダイの方の鯛めしで増量を2つ。増量を2つ、はい、はい、でお願いします。そうね、はい、お前鯛めしダイエット説明があったらじゃこ天じゃこかつ、ありがとうございます。卵あり、卵なし。薬味、これなんだ、しそ、うん、入れさせていただきます。あ、天然でもすごいシャキシャキしてるよ。うん、ごちそうさまでした。タイはやっぱり場所によってあのプリプリしてるところとプリプリしてないところがあるんで、私は養殖のこれ何 1.5 倍増量、増量これに足した方が満足感得られました、ね。やっぱりね、うん、養殖と天然の区別はそれほどつかない、うん、それほどつかない、ね、それほどないので、うん、やっぱりね、養殖で 1.5 倍の方がいいかな、ね、あのね、海育ちの私でさえそう思いました、うん、普通の量だと結構お刺身が少ないよね、うん、少ない、だから 1.5 倍にした方がやっぱり食べ応えがあっていいかなと思うんだよね、うん、いえいえ、うん、ご飯がおひつでね、おひつに来るからご飯たくさん食べられるけど、うん、やっぱりお刺身が少ないとね、ちょっとご飯食べられないかもしれない、うん、やっぱり食べ応えがあるし、うんうん、あとね、このね、お味噌汁、お味噌汁どれだ、お味噌汁がね、すごく美味しかったです。だって最初、天然マダイも場所によって全然、うん、あのプリプリ感違うんだよね。そうだね、うん、でも美味しかったです、うん、たタレがね、うん、すっごい美味しかったです。ただ卵入れられない人かわいそうですね、うん、はい、はい、ごちそうさまでした。こちら宇和島の名物、うん、鯛めし。おじさん電車。これなんで飾ってあるんだね。うん、これは道後温泉駅。駅スターバックスが入ってるんです。一回ね。スターバックス。ね、一回スターバックスだよね。あれ何？道後プリンスホテルゲスト専用ラウンジだったよ、そこ。そこ。本当だ。本当だ。そこ行けるのかな？入ってみる。うん。あ、電車だ。あ、来た。電車。あの感じ。あ、電車で一両なんだね。これ、ラッキーだな。荷物置き場もあるんだ。ここはプリンスホテルの専用ラウンジ。
宿泊者はここでね、トイレに入ったり、荷物を預けたり、お茶を飲んだりしながら、このワゴン車の送迎を待つことができます。黄金ネットバスは10分間隔でね、3時から10時まで運行しているそうです。傘もあります。マッサージもありますよ。マッサージね、あ、まあ一番に動くか。あ、蛇口をひねる、あ、あれか、では3階、4階にございまして、3階は大浴場、4階は露天風呂でございます。大浴場と露天風呂は中ではつながっておりませんので、お気をつけくださいませ。ご利用時間はこの後12時まで、朝は5時からオープンいたします。お客様のご遊食、じゃあ別々ってことですね、露天風呂、そうです、別々になります。はい、お客様のご夕食会場が6階のダイニング6階でございます。ご朝食もこちらでご用意いたしております。それではお部屋までご案内いたします。玄関前からからくり時計前まで、夜の10時まで、あちらのピンクのボンネットバスが10分間隔で周辺運行しておりますので、うん、3時からご利用いただけますので、ご利用ください。はい、大変お疲れ様でした。どうぞお入りくださいませ。すごい膨らんでる。これ顔に当たんないんだけど、鼻息で。あ、でもあんまり近づくと破れしちゃうから、30センチぐらい。もうちょっと近づけてみちゃう。だって風が。はい。これはスイッチには下がらないでください。開けますよ。あ、ポップコーンだ。ポップコーン。ポップコーン。これじゃあいただきます。これも無料です。え、次は何？あ、これはいいかな。これは？これは。音入れば。じゃあ。え？次やってみる？いくよ。例えば、なんだろう。あ、あ。シャーベット？何？ジュース。いちごのシャーベットでした。はい。ごめんなさい、じゃあ、ちょっとね。もちろん、メロン。はい。じゃあ、後でちゃんと飲むね。あ、ゼリー。ゼリーと飴。まあ、私は取らない、取るんで食べませんけども。愛媛、松山では蛇口からオレンジジュースが出る。あ、オレンジジュースが出た。はーい。100% オレンジですよね。美味しい。美味しそう。うん。え？これは何？見て、ちょっと来て。これがみかんの花。花見たことないでしょ。ね、みかんの花。あと、冷水と、ひめくり茶。これは普通の、ね、うん、お茶だよ。ポリフェノールが入ってるお茶。うーん。で、あとは普通の紅茶と、紅茶と、あとはコーヒー。
コーヒーも飲みたい。うん、コーヒーアメリカンとホットクリーム。カフェラテはないんだね。カフェラテはない。はい。で、あとは何？あ、ちょっと調整中だけどね。ガチャガチャがありますね。ガチャガチャで、これは自由に休める場所です。はい。じゃあ飲みましょう。作りの方はですね、愛媛県産のマダイと、それからマグロ、イカ、エビの刺身でございます。続いての料理がですね、炊き合わせの鯛のかぶと煮でございます。こちら鍋の方なんですけれども、火の方つけさせていただいてよろしいでしょうか。こちらに失礼します。続いての料理がですね、蒸し物の雑穀饅頭でございます。失礼いたします。じゃ、蒸し物の雑穀饅頭でございます。これはこういう飯か。
からしよう。はい、何つ？一つ？四つ。四つ。はい。またもうちょっと入れて。またもうちょっと。いいか？うん。で、ちりめんをここに結構乗せてもらって、はい、いいよもうこれ。はい。とこにゃくはいらないです。はい、これナム、ナムでちょっとだけ。ちょっとだけ、うんうん。はい。あとはいらないです。かつお節かけて、はい、でちょっとタレはね、うん、タレは少しでしょ、タレ、まあ、かけるんですか、うん、タレは、はい、以上です。これ絶対鯛めしはあるのかなと思ったけど、自分で乗っててさ、確かに、ね、うん、鯛がないもん、うん、マグロだった。谷前ミツです。食べ方の説明させていただきます。卵とタレをよく混ぜていただいて、薬味と刺身をこの中に入れてください。お茶碗にご飯を入れてお食べください。ご飯のおかわり無料になっております。あと外にある蛇口からポンジュースが出るやつが1杯100円なので、よかったら試してみてください。ありがとうございます。
口からみかんジュースが出る県。愛媛の都市伝説。タイムショー食べると1杯100円です。